AUIC カード。AUIC カードは、AU ブランドを展開する KDDI および、沖縄セルラー電話の、第3.5世代移動通信システムサービスの CDMA1XWIN の多くの端末や、第3.9世代移動通信システムサービスの AU4GLTE で採用されている RUIM カードであるお及び、AU ナノ IC カード 04LE については、RUIM カードではなく、 ユーイムカードである。理由は口日、KDDI テクノロジー及び大日本印刷、シュルンベルジェセマが共同開発した。NTT ドコモのオーマカード、ドコモユーイムカード、ソフトバンクモバイルのソフトバンク 3G、ユシムカード、E モバイルの EM チップといった他社で用いられているユーイムカードと同じく電話番号などの情報が書き込まれている。R UIM カードを差し替えることで海外で使用する GSM 携帯端末などで自分の電話番号を使用できる。現在製造は大日本印刷とジェムアルトが担当している。なお、端子仕様についてはバージョン001とマイクロ零二2が旧アクサルト日本法人バージョン002が旧日本ジェムプラスがそれぞれ策定したものである。 有意無カードを用いる他社のシステムと異なる点として、フィーチャー本や一部を除く 3G スマートフォンでは、一つの端末につき一つの有意無カードしか利用できない点が挙げられる。そういった端末では、最初に挿入、起動された AUIC カードでのみ使用でき、このカードが挿入されていない場合、あるいはすでに端末に登録されているものとは異なる AUIC カードが挿入されている場合、 機能制限がかかる。制限される機能には、電話の発着信、イスウェブ、E メールおよび C メールの送受信、GPS 機能といった通信機能すべてと、EZ アプリや一部の EZ ファリサ、リスモプレイヤーによる音楽やリスモビデオを含む、ビデオクリップ等の再生、データフルダ内の著作権保護データの再生などがある。ただし、LTE、ウォルト端末では、 このような機能制限はかからない。一度 au,ic カードを装着して起動された端末に別の auic カードを挿して使用する場合は使用前に au ショップなどでの変更手続きが必要である。この制限があるため端末を一時的に借りて使うことはできない。この使用について KDDI は 例えば携帯を盗まれた場合、どのシムカードを刺してもそのまま端末が使えることを防ぐための措置としている。この制限は端末についてのものであり、一つのカードを複数の端末で使うことは可能である。例えば AUIC カード対応機種同士で機種変更をした場合、変更前の端末はそのまま AUIC カードを差し替えて利用できる。ただし、 一旦 AUIC カードに対応しないスマートフォンを経由した機種変更の場合以前の AUIC カード対応機種は古い SIM カードに対して紐付いているため AU ショップ等の店頭においてロッククリアの手続きが必要となる AUIC カード自体は SIM フリーの端末に挿せばそのまま普通の RUIM カードとして振る舞い端末を使用することができる またソフトバンクモバイルが採用しているカード未挿入状態での端末、こはなく、AUIC カード未挿入の状態で電源を入れても一部機能は使用可能である。通話機能及びパケット通信機能、キャリアメール、E メール、C メール、EZ アプリ、一部の EZ ファリサ、ワンセグ、ディスモプレイヤーを除くほとんどの機能が使用可能である。スマートフォンでは、 パッケット通信を利用するアプリケーションやキャリアメール、C メール、通話機能以外は全て利用ができる。無線 LAN を利用する通信は AUIC カードを入れていない状態でも制されない。AUID と紐付けした機種1台まで利用できる AUIFI w スポットや公衆無線 LAN サービスを契約することで、また YMAX など他の通信契約による利用で無線 LAN を利用できる。 他社と異なり電話番号、メールアドレス変更時は引き続き使用できるが i s ウ w e b の再加入時は AU ショップにて AUIC カードの再発行が必要である。発行手数料は無料。その際、SIM カードと端末が紐付けされるが、同時になら無料で3台までロッククリア可能。以下に示す機種はロックがかからないため AU ショップでのロッククリアの手続きは不要。 これらは全てスマートフォンである。いずれも未挿入の状態ではパッケット通信を利用するアプリなどは利用できない。ただし、LTE 契約の SIM を 3G 機種で使用と 3G 契約の SIM を LTE 機種で利用はできず、仮に挿入した場合でも未挿入と同じ状態となる。また、AU4GLTE の全機種では ネットワーク利用制限携帯電話機紹介により、罰と判定された機種は LTE では通信不可だが 3G での通信は可能である。2016年8月現在、マイケロシムの au マイクロ IC カードは基本的にマイケロシム対応機種しか使用できないが、アダプターを使用することにより通常の auIC カード機種でも使用は可能。 端末を中古などで購入した時のロッククリアは、マイケロシム対応機種では受け付けてもらえるが、通常サイズの機種へは受け付けてもらえない場合がある。カードの使用は、バージョン002を元にしているため、L800MHz のみ、対応の機種では使用できない。なお、通常の AUIC カードをマイケロシムサイズにカットして挿入した場合、この一覧と前述の機能制限を受けない機種の、 一覧にある iPhone 4S と EAS12M は認識する。なお、マイクロ AUIC カードと AU、マイクロ IC カードは契約上全く別のカードである。また、ウォルト対応形態の AUIC カードは、AU ナノ IC カードと AU ナノイカード04と AU ナノ IC カード 04LE が混在する。詳しくは、AU のサイトの各機種のスペックを参照。 2017年9月現在、2017年9月現在、2017年9月現在、iPhone 6, 6、6プラス、6S、6S プラス、SE、7、7プラスは、設定をすることで、au ナノ IC カードでもウォルトを利用することができる。なお、iPhone 6S、6S プラス、SE、7、7プラスは、au ナンクカード04にも対応しているが、 購入する際、以前から au マイクロ IC カード、または au ナノ IC カードを使用していれば au ナノ IC カードに交換、または差し替えでの利用となる。以下の機種は w2x 以前のすべてと w3x、w4x の一部機種と同じく回線情報を直接本体に書き込むため IC カードに対応していないロム機とも呼ばれる。 通信を利用するには au ショップでの手続きが必要である。なお、以下には2012年7月22日に利用が終了した l 8 0 0メガヘルツ対専用機種は含まない。ミネオやユックモバイルといった au のネットワークを利用する MVNO でも auIC カードが利用されている。4GLTE よびウォルト対応機種のみ利用可能であり、 既存の G 端末は利用できない。当初は、ウォルト対応機種向けのシムカードの提供はなかったが、2015年10月29日にはで、提供を開始したを皮切りに、ミネオやユックモバイル等の MVNO でもウォルト、対応を開始している。au 本体のシムカードとの違いとして、MVNO に対応する機種か否かは、各 MVNO 事業者のホームページにて確認できる。 新規契約時に AU から対応されるカード。なお、通常カードの名称は、正式名称ではない。カードは、ジェムアルト製、大日本印刷製、東芝製、ギーゼッケデブリエント製があり、紙製の台紙に製造元の記載がある。製造元でアイクシドが異なり、カード番号の先頭の数字により、以下の通りとなっている。 対応機種は蒸気機載を参照。au ショップやピピット、トヨタレンタリース、トヨタ純正部品共販店を含むトヨタの各ディーラーなどの販売店に常備されている。このカードは SIM ロックレベル2の影響を受けず、どの au 携帯電話でも利用できるため、IC カードの故障切り分けなどに利用される。なお、このカードにも電話番号が記録されており、発着浸透も可能。 IC 面はオレンジの地で蒸気と同様のロゴが描かれており、一部、灰色地で保守用と書かれている。IC の反対の面はアイクシドが刻まれているほか、小さい四角い枠の中に保守用と刻まれている。マイクロシムタイプやナノシムタイプの保守用カードも常備されているが、もともと LTE、ウォルト端末はシムカードを差し替えても利用が可能なため、 通常の IC カードと同一のものが流用されている。ギャラリーキャプションイコールマルチシムイテスイコール120、パーロイコールホスタイルイコールフォントサイズ100%ファイル、AUNB のシム .jpg、AUMVNO マルチ IC カード01シム、本体ファイル、AUNB のカード .jpg、AUMVNO マルチ IC カード01ファイル、 AUMB の、no、パッケージ .jpg AUMVNO マルチ IC カード01のパッケージファイル yucksim.jpg yuck モバイルマルチ IC カード01 i m 本体ファイル yuckcard.jpg yuck モバイルマルチ IC カード01ファイル y u c k p ッ c k a j p g yuck モバイルマルチ IC カード01のパッケージギャラリー楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。